はい。皆さん、こんにちは。チョです。えー、金曜日からですね、この週末にかけて非常に大きく下落をしていた仮想通貨のマーケットだったんですけれども、えー、この日曜日はですね、まあ、少し反発をして、えー、若干マーケットちょっと落ち着きを取り戻したのかなと思います。で、一部の通貨、例えばソロナ、でストカーバランチのような、まあ、非常に大きく反発をしたトークンもある一方で、 ビットコイン、そしてイーサレムのようなメジャー通貨に関しては、まあ、少し反発がですねい、いまいち弱いのかなというふうには思っています。なので、まあ、今ですね、ビットコインやイーサレムのようなメジャーな通貨が、 本当にどん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 変われるというよりも、アルトにですね、資金が回っているような今、ターンとして考えられるんじゃないかなというふうには思っています。で、今日ですね、皆さんと一緒にちょっとご紹介をしていきたいのは、そのアルトのターンが来ている、まあ一つの証というか、まあ動きだったりとか、まあそれに関連した今非常に大きなムーブメントが起きていますと。で、今日はですね、それをちょっとご紹介をしたいのと、あとはここ先の下落についてどう考えるかですよね。まあこれが非常に え、まあ少しマーケットがさらに下落をしていくようなものに繋がっていくのかどうかっていうところに対してコメントを出しているようなですね、取引所の仕様もいたりするので、まあそのあたりを拾っていきたいのと、まああとはデータとして今回の下落を見たときにどういうことが起こっているのかっていうのをですね、まあ、皆さんと一緒に見ていきたいと思います。まああとは新たにですね、クリプトクワントのまあいろんなデータとかをもう今日改めて皆さんと一緒にちょっとチェックをしながら、 ま、この短期の下落だけではなくて、今のマーケットトレンドとして、今のこのバブルの相場の中で、どれぐらいの今、ステージにいるのか、道半ばぐらいなのか、もしくはもうちょっと行ってるのか、もしくはもっと行ってないのか、みたいなところも含めて、今日は皆さんにですね、ご紹介をしたいので、ぜひですね、動画最後まで見ていただけると嬉しいです。まあ、あとはこちら、QR コードや概要欄の方にリンクがありますけれども、テレグラムの方では、先ほど申し上げた、クリプトコアントのですね、 え、データ分析だったりとか、まあ、いろんな毎日出てくる仮想通貨の関連情報で、え、面白いものだったりとか、あとはエアドロの関連情報も含めて、え、ご配信をですね、配信をさせていただいているので、ぜひですね、こちら登録いただけると嬉しいです。はい。で、え、ちょっと本題に入っていく前なんですが、今ですね、皆さん、まあ、いろんな各取引所を使われていて、取引されていると思うんですが、まあ、今ですね、まずは、え、ZoomX に関しては、今このチャンネルを、 えー、を通じて登録していただいた方限定なんですけれども、何か登録だったりとか、まあ、登録というかボタンを押してキャンペーン参加する必要はないんですけれども、月末までのタイミングで取引高に応じて、現金というか現物の USDT がもらえますと。で、こちらに詳細あるんですけれども、最高でですね、15ミリオン US ドルの取引をしていただくと、1000ドル分の USDT、これ引き出せるものがもらえます。 で、1ミリオンドル分だけでも100ドル分の USDT もらえるので、これぜひ使っていただきたいのと、あとはですね、バービットに関しましては、今ですね、講座すでに持っている方も、新規で講座開設される方も、以下の概要欄のリンクの方から解説していただきますと、取引高に応じて最高で1500ドルのですね、 えー、ど、ボーナス、こちらももらえるようになってます。まあ、あとは新規で講座解説していただいた方に関しましては、入金額に応じて最大450万円の取引ボーナスもらえるので、えー、こちらぜひ使っていただけと、えー、嬉しいなというふうに思ってます。はい、ってことで皆さんと一緒に、まずはですね、ちょっと見ていきたいのは、直近でですね、落ちた下落、これ何時が原因で、 え、起きたかっていうのをですね、皆さんにご紹介をしていきたいと思うんですが、こちらですね、ちょっと見えづらいかもしれないんですけれども、この紫の線がですね、スパイク、ボーンと大きく、あの、いっているんですが、これ何を表しているかというと、短期のトレーダー、短期のトレーダーって何を定義としているかというと、半年までですね、えー、ビットコインを、まあ、いわゆる保有している人、半年以上ですね、ビットコインを保有している人は短期のトレーダーとして考えられないんですけれども、それ未満以下ですと、 え、短期のトレーダーというふうに、こちらでは認定されているんですが、え、ここ最近の、ま、いわゆるバブルに乗って、ビットコインを買っている人たちのですね、リグイのフローが、ま、非常に大きく出ているというのが、ま、今回の動きでした。で、非常に大きくってどれぐらいっていうふうに思うんですけれども、ま、前回のバブルで、え、ちょうどピークぐらいにですね、達した水準で、え、リグイをですね、ま、大き、リグイをした、ま、規模ぐらいの、ま、結構大きな、え、規模のリグイっていうのが、 起きたんですよね。で、これってちょっとですね、これぐらいの規模のリグイが起きると、まあ、今後ですね、まあ、ベアマーケットに入っていく、もしくは、ま、ちょっとこのブルーマーケットがもうこれ以上盛り上がらないような水準に、ま、あるというような、まあ、状況ぐらいの大,大規模な、え、リグイがですね、短期のトレーダーから入りました。で、一応ですね、今見ていただいているのは、まあ、先ほど申し上げたクリプトカウントの中で、まあ、いろんな人がですね、分析を え、乗っけて、それに対してさらにコメントを乗っけていくというようなものなんですけれども、ここでもですね、ちょっとこの規模のリグイが出るというのはなかなか珍しいということで、今後ですね、先行き不安だなというふうにまあ書いているんですが、皆さんどう思われますでしょうか僕はですね、今このバブルの相場、まあ強気相場というのが、まあ、まだまだですね、道半ばぐらいなんじゃないかなというふうに思っていますと。 で、まあその何をベースに思っているかというと、まあそもそもまだこれから、えー、たくさんイベントがありますよというところももちろんそうなんですけれども、まあいくつかデータ見てみると、えっ、ー、とですね、いいなというふうに思っているものがあるんですけれども、例えばですね、はい、まあこれも一つ、あのー、見てみると面白いなというふうに思うものなので、ちょっとご紹介をさせていただきたいんですけれども、こちらですね、何を表しているかというと、 今のですね、マーケットの中で、短期でビットコインを持っている人たち、そして長期で持っている人たちの割合がどれぐらいかっていうのをですね、表したチャートになっていますと。で、簡単に言うとですね、この下に行けば行くほど、あの、長期でビットコインを持っている人たちの、まあ、いわゆる割合で、このちょっとブルーとか紫がか,かっているところに関しましては、短期でビットコインを持っている人たちの、 え、まあ割合になっていますと。で、今どん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 右に行くに従って、今のマーケット環境に近づくに従って、短期の人たちの割合っていうのが増えてきているんですよね。これまあ見ればわかるんですけれども、じゃあ今の水準が過去と比べて短期の人たちが多いか、もしくは長期の人たちがまあ多いとか、その大体分配に関してちょっと見ていきたいと思うんですが、短期の まあ、いわゆるその強気相場になればなるほど、短期税が、まあ、いわゆる新規の人たちが、うわーっと入ってくると。もしくは、短期バーベルする人たちが入ってくるので、短期の人たちの割合っていうのが全体ですごく増えるんですよね。で、これがですね、今の水準がどうかっていうのを確認していきたいんですが、こんな感じになっていますと。で、今の水準っていうのは、まあ、過去の、えー、まあ、いわゆる強気の相場と比べると、まだまだだなっていう感じは、これを見るとしますよね。 過去のバブルのピークとかっていうのは、大体6割から8割ぐらい、この短期のトレーダーで締まれる、締められるような状況になっているので、まあ、今ってまだ3割から4割ぐらいなので、まあ、道半ばだなというのが、これを見てもわかるかなというふうに思います。で、これ以外にもですね、まあ、いろいろとデータがあるんですけども、あともこれもですね、結構面白いなというふうに思ったので、 ちょっとご紹介をさせていただきたいんですが、これはですね、MVRV レシオというものなんですけども、これは何かというと、マーケットキャップというものがあると思います。マーケットキャップっていうのは、ビットコインの発行枚数かけるビットコインの現在の価格ですね。で、リアライズマーケットキャップっていうのはも,もう一個あるんですけども、これよく使われる一つの指標なので覚えておいていただきたいんですが、各ビットコインの えー、まあ、発行されてますけれども、それの最終的な、一番、例えば僕が持ってるビットコインと皆さんが持ってるビットコインってコスト違いますよね。コストっていうのは、えー、買った価格が違いますよねということなんですけれども、皆さんが持ってるビットコインかける皆さんが買った価格。プラス、僕が持ってるビットコインかける僕が持ってる価格。まあ、これを世界中の人たちで足し、えー、合わせたものがリアライズと。 マーケットキャップというものなんですけれども、ま、このリアライストマーケットキャップを、えっと、分、分母か、分母として、分子をマーケットキャップにすると、ま、このチャートになるんですが、これ何を言いたいかというと、この比率が高くなれば高くなるほど、ま、オーバーバリューだというのが、マーケットで言われていることになっていますと。 で、この赤い線をですね、超えると、かなりオーバーバリューの領域に入ってきているというふうに、過去の数字を見ると言われています。で、逆にこの緑の線よりも下に行くと、アンダーバリューということで、こういったタイミングで買うとかなりいい値段で買えてるよねというのが、 過去を見てもわかると思いますと。で、今現在、どういう状況かっていうと、今はちょうど中間、もしかしそれよりもちょっと変われているというような水準にあるんですけれども、これを見る限りは、まだまだそういった危険水域というところまでは行ってないというのが現状なんですよね。もうちょっと拡大をしてみてみると、過去1年間で見てみると、こんな感じでまだ,まだ赤の水準ではないと。ちょっと見づらいかな。こんな感じで見ていきたいと思うんですが、 はい。まあ今の感じ見てみると、前回の強気相場と比べると、まああと3割、4割ぐらいは伸びていく可能性っていうのはあるというような状況ですよね。なので、もう少しですね、マーケットとしては伸びていく余地は、まあこの過去の水準から見ても、回るんじゃないかっていうのが、 まあ言えるかなと思います。で、他にもですね、まあいろいろと見せられるような、まあチャートっていうのはあるんですけれども、まあ今、二つをみ代表的なものを見ていただいてもわかります通り、まだまだ変わりすぎというような、まあ水準感ではないのかなというふには思います。で、こういったデータをですね、なかなか見たことないよという方や、まあこういうの見るのを好きですよという方もいらっしゃると思うんですが、まあ今後もですね、こういった、まあいろんなちゃんとしたデータをですね、まあどんどんどん,どんテレグラムの方とかでも、 発信をしていきたいと思いますし、このチャンネルでも頻繁に取り上げていきたいと思いますので、まあ、こういうの面白いなと思ってくださった方は、テレグラムだったりとか、チャンネル登録もしていただけると嬉しいなというふうに思っています。はい。で、他にもですね、皆さんと見ておいて面白いなと思ったデータがあるので、ちょっとご紹介したいんですが、これがですね、ファンディングレートのヒートマップになっています。で、ファンディングレートっていうのは何かというと、先物取引をですね、する際にかかる金利ですね。先物取引っていうのは、 ただ、ポジションを持っているだけで、全く何も動かなければ、ファンディングコストっていうのがかかって、どん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 ですね、コストがかかってマイナスになっていくというのが、仕組みとしてあります。まあ、当然、皆さんが持っている以上のポジションを取るので、その追加で取っている、皆さんが持っている金額以上で取るポジションについては、お金を払わなきゃいけない。まあ、借りてるみたいな感じになるわけなんですけれども、まあ、今はですね、ファンディングレートが非常に落ち着いている状況。つまり、 え、マーケットとして過熱感があまりないような状況になっているんですが、まあ、この中でもですね、いくつか現状でも黄色だったりとか、まあ、ちょっと濃いオレンジになっている、まあ、少し過熱感が若干あるような銘柄っていうのがあるんですよね。で、これ何かっていうと、え、WIF っていう風うに書いてある、えー、DogWizHat っていうですね、ソラナのミームトークンになっていますと。で、それ以外にも、まあ、結構ですね、まあ、少しまだ過熱感が残っているというのを見ると、 結構ミームコインがですね、同じような状況になっているんですよね。なので、このような状況でも、まだまだミームコインについては、資金が集まっているというのが、今のまさに現状になっています。これすごく面白いなと思ったんですけれども、もう一個ですね、ちょっと皆さんに見ていただきたいのが、こちらですかね。こちらになっています。これ何かっていうと、今ですね、ソラナのミームコインが、ものすごく今流行っていますよというものが、 え、記事になっているんですが、うん、まあ、それだけではなくて、まあ、今ですね、ソラナの取引っていうのが、まあ、イムコインをはじめとした、まあ、いくつかのトークンによって引き,引き上げられていて、オンチェーンのですね、取引ボリュームだったりとか、まあ、フィーの支払いが、まあ、史上最高高値までですね、まあ、今、まさに来ているというような状況になっています。で、マーケットはすごく落ち着いている、もしくは、まあ、ちょっと落ち込んでいたタイミングでも、ソラナっていうのは、 すごく強かったんですよね。で、かつ、ソラナだけではなくて、ソラナのメジャープロジェクトに関しましても、非常に多くの取引が行われていて、パフォーマンスが非常に良かったんじゃないかなと思っています。で、これのですね、非常に代表的な一例というのをご紹介をしたいんですけれども、こちらになっています。皆さん、こちら、えー、見たことありますでしょうかちょっとですね、なかなか見たことないよっていう方も多いかと思うんですが、今ですね、ツイッター上で、ミームコインをですね、発行している人たちが、まあ、 何人か、まあ何人かってかいっぱいいると思うんですけれども、すごく今日流行っていたのが、まあこちらのものになりますと。ースモールっていう名前で確か発行していたと思うんですけれども、まあこれがですね、24時間のうちに、このコントラクトにですね、アドレスに、あの、ソラナを送ってくださいと。で、この送ってもらったものに対して、トークをですね、発行しますよということで、まあ本当に何気ないツイートで、これがめちゃくちゃバズっていて、たった1日で、 32ミリオンをですね、超える資金が集まって、明日以降ですかね、この民ムトークンが発行されるんですけれども、こういった本当に短期で爆撃を狙うようなトークンセールっていうのが、ツイッター上でも行われていて、これにですね、今大量の資金が集まっていると。僕の周りの人でも、こういったものに対して参加をすることで、本当にですね、もう本当数日ぐらいの間で20倍とか10倍とかっていうのを、 儲けるっていうのを繰り返している人たちがですね、結構多いんですけれども、まあこれやってくださいねというわけじゃなくて、あの、こういったものがですね、まだまだ流行るぐらい、マーケットはですね、すごい加熱感があるんですよね。なので、あの、昨日、今日、おとといぐらいな感じでマーケットは少し下がっていましたが、これぐらいの下落ではですね、マーケット全体が冷えている、もしくは下落していくみたいな感じになると、ま到底思えないような今、主教感なんじゃないかなというふうに思っています。で、 え、プラスこれに加えて、やっぱりですね、あの、今、どこのエコシステムが熱いかっていうふうに考えたときに、まあ、ラなであるというのは、かなり明確なんじゃないかなと思います。なので、え、今年ですね、どこのエコシステムに、ま張っていくのかっていうふうに考えたときに、もちろんイーサレムのエコシステムっていうのは巨大で、最大でもあるので、まあ、ビットコインもありますけれども、まあ、そういった意味を込めて、 やっぱりですね、あの、イーサイアのエコシステムっていうのは、まあ当然見ていきたいわけなんですが、じゃあそれ以外、その次どこなのかって考えたときに、まあやっぱりですね、ラナというのが、もう外せないですね。僕のこの2個前の動画に、バックパックのですね、スナップショットが3月18日今日ですね、回、まあ、ありますよということで、 このバックパックの取引所、必ず登録してください。ウォレット必ず解説しておいてくださいねと。まだやったことない方は、まだやってない方は見ていただきたいんですけれども、お伝えしましたけれども、まあ、そこもですね、あの、このソラナのプロジェクトになっているんですが、もうとにかく今年はですね、ソラナを何かしらの形で持っておく、絡んでおくというのが、まあ、すごく大きくリターンを出すためには、大事になってくるんじゃないかなというふうに思います。で、今後ですね、どん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 ソラナに関連した プロジェクトのファウンダーだったりとか、えー、エコシステムの方々をですね、このチャンネルにお招きをして、お話をお伺いしていくっていうこともですね、えー、やっていきたいなというふうに思っているので、えー、ぜひですね、えー、このチャンネルで、まあそういった、まあ海外の人の、まあしっかりとそういったファウンデーションの中にいる人から話をお伺いできるようにアレンジしたいなと思っていますので、えー、ぜひですね、そちらの方も見逃さずに見ていただけると嬉しいなと思っています。はい。で、まあそんな中ですね、この短期の下落について、 え、どう考えるかですよね。で、今ですね、クリプト t ッ c o m というい、シンガポールだったかなの、えー、取引所の会社があるんですけれども、ここはですね、まあ結構世界的に非常に大きくて、アメリカの方でも非常に大きくビジネスをやってます。もしかするとアメリカの会社でシンガポールにエンティティがあるという感じかもしれませんが、ここのですね、CO が、ここ最近のビットコインの下落については、まあヘルシーですねと、まあ健康的ですねと、まあどういう意味かというと、まあ、やっぱりですね、ちょっとあまりにも えー、順調に上がりすぎていて、ちょっと過剰な過熱感というものが、まあ、一旦ですね、え、おびていた状況でもあったので、まあ、これを一旦ちょっと調整するような意味でも、まあ、今回の下落はですね、まあ、良かったんじゃないかっていうことですね。やっぱり上がり続けるっていうのは、もちろん我々にとっては嬉しいことではあるんですけれども、まあ、いつ調整が来るのかとか、あまりにもマーケットが楽観的になりすぎる状況っていうのは、え、オーバーシュートしやすい。オーバーシュートっていうのは、まあ、ちょっと、なんていうんですかね、その、 正しい価格っていうのは何かっていうのは、まちょっといろんな議論があると思うんですけれども、あまりにも急激に価格がブワーッと上がりすぎるっていうのが、まぁ、あ、一つオーバーシュートの定義だと今回はしましょう。で、まさにそれがですね、あの、この1ヶ月ぐらい起こっていたんじゃないかなと思います。で、それがですね、一旦ちょっとガス抜きみたいな感じで行われたことによって、まより多くの皆さんも僕もですね、マーケットを冷静に見ることができて、ま少し1週間前よりも慎重に なっているんじゃないかなと思いますが、いやそういった状況になったことによって、まあ、よりですね、投資をもう一旦、えー、あまりにも興奮している状況ではない、まあ、正常な状態で取り組めると思うので、まあ、これは、まあ、ある意味この今の強気相場が長,長続きするために非常に重要なことだったんじゃないかなというふうに、まあ、僕も思っていますし、まあ、そういったコメントが え、まあ出ていたというようなことになりまして、ね。で、さっきも見ていただいた通り、もう本当に過去に類を見ないというか、過去でも本当史上最高クラスのいが出たっていうのは、まあ、一旦それだけ過熱感が解き放たれたということだと思いますし、まあ、短期的にもですね、また来ても全然おかしくないと思うんですよね。ちょっとさっきのチャートもう一回見ましょうか。こんな感じで、 あの、一回ボーンと利益の確定が出た後も、その後も何回かね、結構出たりもするので、この調整っていうのはですね、まあ時折来るというのは、肝に銘じておいて、こういったプロティティが伴った動きがまあ起こるんだということで、レバレッジの調整もしてほしいですし、あ,あとはですね、リグイをするのか、もしくはこういったボーンと下がったタイミングでポジションの積み増しをするのか、みたいな、まあ投資の方針みたいなものもですね、 え、ちょっと決めておく、もしくは、ま、考えておく、準備をしておくみたいなこともですね、非常に重要、重要になってくると思いますので、まあ、そういった、え、まあ、心の準備という面でも、ま、しっかりとしておきたいなというには思いますね。で、一旦ちょっとチャートの方を見ていきましょう。え、まずはですね、こちらが、え、ビットコインのチャートになっていますが、こちら今、ウィークリーのチャートになっているので、え、こちら、デイリーに戻すと、まあ、これだけ大きな下落、そして、ま、反発が今、 まさに起きていると。で、今現在は68,600ドル近辺まで戻ってきましたが、ちょっとなんか7万ドルを割れてるとですね、結構落ちたなという感じがするかもしれませんが、この1ヶ月間を見ていただいてもわかります通り、やっぱり68,000ドル近辺っていうのは、まあ、すごくまだまだいいレベル感ですよね。なのでやっぱりまだ、あの、この、いわゆるその盛り上がりというものがすごく生きてるなという感じはすると思いますし、まだまだ上昇が見込めるというのは、 こういったレベル感を見ても分かるんじゃないかなというふうに思います。で、一方でイーサーに関しては、まあ、ちょっと下落カバーがですね、ビットコインと比べると少し大きいかなというのはありますよね。えー、先日行われましたデン君のアップデートによって、レイヤー2のガス代が大きく下落をしました。で、そのレイヤー2のガス代の下落によってイーサーがですね、まあ、より今後活発に活動をしていくというか、そのエコシステムの中でより活発に取引が行われるんじゃないかというような え、こともですね、言われてはいるんですが、まあ、ガス材をですね、これもテルゲのものでお伝えをしてるんですが、ガス材の低下を真似、あの、ま、低下をカバーするほどの、まあ、いわゆるその、えー、イーサの買いですよね。あの、ガス材が安くなった分、イーサは必要ないなとなれば、まあ、やっぱりイーサの価格ももしくは需要も下がってしまうので、え、これをですね、補うぐらいのアクティビティっていうのが、今ちょっとどうなのかな、出てくるのかなっていうのが、ま、正直なところかなと思いますし、逆に、 あの、バブルの間、強気相場の間はいいと思うんですが、えー、ベアマーケットだったりとか、ちょっと落ち着いた市場環境になれば、イーサーの需要っていうのは前よりも、まあもしくは必要性みたいなものは前よりも下がる可能性って十分あると思うんですよね。なので強気相場の間はいいんですが、弱気相場になった時に、今後ですね、イーサーっていうのはまあ結構パフォーマンスがですね、まあ、落ちる通貨に、あの悪くなる通貨に、 なるんじゃないかなというふうに僕はちょっと思っていて、あの次の下落相場はですね、必ずイーサーをショートしようかなというふうに個人的には思ってはいます。まあこれは、あの今のうちからベアマーケットのこと話してどうするんだっていう感じはあるんですけれども、まあ、やっぱりそういった、ね、こうなった場合にはこうしようかなみたいなことを考えておくと、まあよりスムースな取引だったりとか、早い対応っていうのができるんじゃないかなと思うので、まあ僕は一応そんなことを考えてますよっていうのをちょっとご紹介をさせていただきました。まああとはですね、サラなナについて、今現在もですね、 あれ、変わない帰りました。はい。えっ、ー、と、196ドルというところまで戻ってきていて、もうこれ日本円ではですね、市場最高値を更新しているんですが、さらな、またドルベースで年内の高値を更新していて、市場最高高値はですね、300ドルぐらいだったかな、260かだったんですが、まあそこにあと30%ですかね、というところまで迫ってきております。まあ市場最高高値を更新して、もっともっとドルベースも上がっていくっていうことにはなると思うんですが、 この上昇の仕方が本当にすごいなというのと、あとはエコシステムとして今年は2年前、3年前よりもかなり成熟してきているので、もっともっと大きな自家総額の増加っていうものをですね、見られるんじゃないかなというふうに思っています。あとは最近またさらに注目を集めてきているアバランチに関しても上昇がですね、まあ、一時しくなってきていて、市場最高高値からも比べると大きくまだまだ下がっているので、 結構このアバランチにですね、資金が今後また集まっていってもおかしくないなと思いますので、まあまた注目がどん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 集まってくるんじゃないかなというふうには思います。あとはちょっと最近のですね、あの、ニアの動きとかっていうのも非常に顕著で、非常に面白いなというふうに思っていたりとか、まあこういったですね、アルトのエコシステムというか、まあレイヤー1のところに今資金がすごく入っているので、まあこの動きっていうのはですね、すごく面白いなと思っています。まあレイヤー2というよりも今年は、 え、レイヤー1のですね、関連プロジェクト、ベラチェーンとか、モダトというものがですね、このチャンネルでも少しご紹介しましたが、非常に注目を集めているので、まぁ、レイヤー1の年に今年は、まある程度、え、なるのかなというのは思ったりはしていますね。まあとは BNB のチェーンに関しましても、まチェーンというかトークンに関しましても、非常に、え、大きくまた注目を集めていて、え、大きくまた上昇していたりとか、取引所関連のトークンが、ま今年はですね、え、ローンチパッドの需要というところもあって、 かなり高くなっているんじゃないかなっていうのは思っています。はい。まあ、あとは、いろいろなトークンが、まあ、どん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 上がっていますが、あの、どれもこれも見ていると、やっぱりですね、注意が散漫だったりとか、タイミングを逃したりとかもするので、まあ、どういったトークンを自分は取引するのか、例えば、ミームをですね、非常に今力を入れるのかとか、えレイヤーワンとかですね、まあ、ビットコインとかメジャーのところだけやるのか、まあ、いくつか考え方があると思うんですけれども、まあ、すべてやるっていうのはやっぱり無理だと思うので、 ある程度自分がやっていく領域だったりとか、ものっていうのをですね、絞って取り組んでいくことによって、よりエッジを自分が発揮してパフォーマンスも良くなるんじゃないかなと思うので、まあそういった考え方もあるよというのはちょっとお伝えをさせていただこうかなと思いました。はいってことで皆さんいかがでしたでしょうか今日ですね、まあいくつかデータ分析をしながら、マーケットの環境だったりとか、中長期のビューを皆さんと一緒に見ていったと思うんですけれども、やっぱりこういったデータがあるとですね、まあある程度、 考え方もまとまったりとか、今の市場環境の理解というところにもつながるので、まあ、個人的には非常にいいなというふうに思っています。まあ、ただしその一方で、えー、まあちょっとですね、頭がクレイジーになるぐらいの方が、ミームトークンとかで儲けやすかったりもするんで、まあ、どういったトークンに対して自分が取引をしていくかというところと、まあ、あとはそういったミームトークンを取引するに従っても、あの、するにしても、やっぱりその全体としての今の え、位置づけというか、ポジショニングというか、あの段階みたいな、バブルの強き相場の段階とかっていうところも確認しておくと、まあ、売り時とかもですね、含めて確認もできると思うので、やっぱりどんな、あの、取りをするにしても、市場環境の理解っていうのはすごくやっぱり重要だと思うので、まあ、こういった、え、このチャンネルでは、まあ、データ分析もそうですし、まあ、あとはですね、マクロに関連した、え、管理ニュースというのも、毎日毎日皆さんにご紹介していきたいと思いますので、え、ぜひ、まだの方はチャンネル登録していただけた嬉しいです。 はい。ということで皆さん今日も動画をご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。